2022年3月11日、公開用の投資戦略アップデートです。今回は1、やはり軍備と情報で粘り強く戦うことが大事。2、雑になってきたロシアの宣伝、認知戦。3、中国は米国の敵意をどこに向けさせるか。こんな感じです。はい、えー、今回もですね、申し訳ないですが、あの、相場の話よりもね、国際情勢の話が主になってしまうんですけれども、まず、あのー、 ウクライナのですねロシア軍どうなってるかというとあの弱い弱いとどんどんやっつけましたぞって言われながらもこうキエフをですね包囲するような状況になってきています。なのであのまあ、ここのね拡大図なんですけれども,もうキエフにこう接する形で東西から挟んでいてだんだんこう道が補給するねあの道がなくなりつつあるというふうになっています。ただその えー、やっぱりね、戦車だとか飛行機、ヘリ等が破壊されてるのも事実みたいで、あのー、な気なだれ込むというよりも少し待って、こう、軍隊をね、再編していたりするそうです。それでですね、私はまあ、実はこっちの北からやってくるのはまあ、陽動作戦というか見せかけで、実はね、この辺を取ってくるんじゃないのかなっていうふうに思ってたんですよ。で南と東は、東はそうでもないのかな、こう、南はこう、 クリミアからね、こう、うまく取っていって、まあ、できればこの、ロシアとしてはオデッサも取りたいんでしょうけれども、とりあえずこの、えー、ここのね、あの、アゾフ大隊の本拠地である、えーえー、マリウポリを、こう、包囲しかかってるような感じですかね。 うん、ということで、あの、ちょっとグダグダになりつつあって、これは悪い話ではありません。で、ちょっと、あの、訂正とね、補足、今までの、えー、情報ですね、私が出してきた、あの、ことについて、ちょっとね、あの、補足をしていきたいと思います、訂正と。えっ、ー、と、まず、えー、前回ですね、マウリポリって、今の場所を行ったと思うんですけどマリウポリでした。すいませんでした。はい。それからですね、ロシアの核戦力数万発って言ったんですけれども、これは間違っていて、えー 去年だったかな、6200、6000ちょっとですね。で、世界的に見ると、冷戦時のまあ約5分の1に減ってる感じですかね。すみません、私の脳みそが多分その冷戦時代でで,ですね、多分この辺で止まっていて、えー、ソ連4万、アメリカ2万5000みたいな感じで止まってたんですけれども、ものすごい減ってますね。世界で合わせてもまあ一万数千発という感じですか。まあ、でも地球を滅ぼすにはね、おそらく十分な量なんじゃないのかなと思います。 あの、やっぱりこう、他にコストかかるし、こうね、セキュリティの問題もあって、でも、その代わりこうね、威力をこう増すことで、あの、相互拡張破壊を成立させてると思うんで、減ったからといって地球が滅びないというわけではないと思います。はい。それからですね、えっと、アラブの春以降の、うん、難民数、あのー、えー、トルコで500万ぐらいかなっていうふうに、ん、まあ、すません、ざっくり、 あの適当に行ったんですけれども、それがですね、あれちょっと待ってください。えー、っと、どれだごめんなさい。うーっと、準備してたんですけれども、準備してたんですけれども、どっかに行ってしまいましたね。ごめんなさい。リンク貼っておきます。あのー、シリアだけで、シリアだけで、えっと、 560万人ですか、がこう散っていった、でそのうち360ぐらいはあのトルコだったと思うんですけれども、でトルコにそんだけ行って、もう次の世代が生まれて、もう4 500万に膨れ上がってるというのは聞いたことがあります。で他のところからもねこう、えー、難民がなだれ込んでるんで、もう多分1000万近い数字には、以上の数字にはなってるんじゃないでしょうか。はいそれから、ですね今にして思えばアメリカの情報ってかなり正確だったなと思います。で最初ねその 何日、2月にこうロシアが攻め込むぞって言ったときに、まあ、私がもそのバ,イデンバイデンさんがその、ね、人気が落ちて、で自分の,、ね、そのウクライナのビジネスをごまかすために、またさあの危機を煽り寄ってからにって言ってたんですけれども、えー、これは本当でした、ごめんなさい。でただ、それだけになぜそのバイデンさんが NATO は、ね、ウクライナを助けないだとか。 えー、小さな侵略なら小さな制裁にとどまるとかね、もう、えー、やるなら今ですよみたいなことを言ったのがね、まあ、納得できないんですよ。で、まあ、考えられるのは、まあ、わざとね、侵略を誘ったか、あるいは、その、えー、中国にね、こう情報、機密情報を提供してたじゃないですか、それをこう利用されたと。で、えー、中国は、こう、もっと煽ってやろうぜって思って、 あの、ちょっとね、こう、吹き込んだんだけれども、ロシアに。そしたらロシアが過剰反応しちゃったと。えこういう可能性はね、十分あるかな、というふうに思ってます。それでですね、あの、今後のシナリオをちょっと日本目線で整理していこうと思います。というのはですね、その、あえー、ウクライナがかわいそうだとか、ロシアは極悪だとか、戦争やめろって、まあ、いろんなね、感情的な意見が入ると思うんですよ。それはま、人間なので当然なんですけれども、知らないと、その感情的な意見に、 こうう流されちゃうんでですねで終わってみたら何も解決してませんでしたとかあの日本が大損してましたとか自分が大損してましたっていうふうになるとちょっとねそれはつまらないのでとりあえずその感情だとか善悪倫理観みたいなものは脇に置いておいてください。で日本にとって最悪なシナリオその1はですねロシアが圧勝してしまうことですよね。でウクライナを取ってしまったらあの 緩衝地帯にしてくれればいいですけれども、多分もう完全に勢力下において、次の緩衝地帯奪いに来るんですよね。それはまあ、バルト三国なのか、あのー、ポーランドなのかね、ルーマニアなのか知らないですけれども、あの次の緩衝地帯をやっぱり求めに行って、そうするともう NATO とガチンコ勝負になっちゃうわけですよね。で当然、中国は台湾だとか尖閣にね、えよっしゃ、ロシアがやったんだったら俺も通るやろって思って勢いづくわけです。でアメリカはせっかくねこう 中東やウクライナから足抜けしようとしてたのに、またそっちに引き戻されて、そちらほ方面と、えー、アジアのこう中国とね、両方に対峙しなければいけない。二正面作戦を強いられて厳しいと。これ自身、いくらアメリカでもやっぱり厳しいので、から対応できないと。でね、そうするとやっぱりこう、えー、日本あの、台湾だとかね、沖縄、日本がやられてしまうということになるわけです。で、最悪シナリオの二つ目は、 えロシアがね、あまりにもボロ負けして、でもね、怒って核を使用すると、あのー、ロシアがない世界なんて意味がないみたいなことを言ってるので、えこれも、これはこれでまたまずいんですよね。じゃあ、少しマシなシナリオは何かっていうと、その1が、その、ロシアがね、こう、まあ、今回のあれでうまくいかなくてですね、うん、その、中国がこうシベリアを奪ってしまうというやつですね。ロシアが衰退しすぎて、あの、ウクライナ 失った結果で、えー、まあ、これは、どの道起こるような気がしています、あの勝とうが戦闘に勝とうが負けようが、えーで、あとはその戦闘が泥沼化して、で核を使用する可能性がねまだあるんですよね。今このキエフに迫ってるといっても、その補給がねうまくいってるようにはちょっと見えなくて、うん、かといってそのウクライナがね完全にこう、 期待でできるかってううとそうでもないなので、あの、まあのま古い人であれば、アフガン戦争ね、アフガン戦争って言っても、もうあれか、えっと昔、ロシソ連がアフガンに攻め入ってで、もうボロボロになって撤退して、ソ連が崩壊したんですよね、そっちのアフガン戦争になるかもしれない。でも、まあ、これはね、核をする使うかどうかわかんないんですけれども、まあ、これがひょっとしたら一番近いのかなと。 いいう気がしています現状で地獄に仏、まああのもう戦闘始まった時点で地獄なんですけれども、それでもまだマシだなというのが、ロシアの、ね、クーデターだとか、あとはね物資、物資その燃料だとか弾薬だとかね、食料が切れて撤退するで。これはありえない話ではありません。さっきも言ったように、キエを包囲しながら、その軍の再編を行っているようなので、えっとどうも戦力は十分ではないので、これもありえるというふうに思います。はい それでですね、あの、世界各地から義勇兵が続々やってきてます。まあ、1万6千とか7千とか言って、まだまだ集まってるんじゃないですかね。で、その、日本人はね、迂闊に行かない方がいいですよっていうのを多分私先週言ったと思うんですけれども、あの、もう準備してたかのようにい、こう、入る人もいるわけですよね。で、まあ、そういう人たちで大体、NATO だとかね、その米軍とか英軍とかをやめて、 でなぜかね、最新装備を持ってウクライナ入りする民間人なんですよ。素人じゃないってことです。うん、で、おそらくその人たちは、あの入ったらね、すぐにこう戦う場所が与えられて、帰国したらなぜかね、軍にすぐ復帰して昇進するような人たちですから、あのえー、まあ、なんというかね、名目が民間人、義勇兵であるだけで、あの実質もう NATO 軍ですよね。で,で同じことは朝鮮戦争でも中国はやってるわけですよ。 その義勇兵軍がね、こう、津波のように押し、えー、あの、押し寄せたって言うんですけれども、まあ、あの、あれは実質中国軍ですよね。もっと正確に言うと、あの、国民党軍だったと思うんですけれども、あの、玉よけ代わりにね、押し寄せたということがありました。で、ということはですね、その、えー、それでもう、ポーランドとかね、あの、なんですか、えー、っと、えー、 ルーマニアの国境で、こう、いろいろとね、飛行機が、偵察機だとか、こう、うん、が、こう、行って、こう、情報をね、与えてるらしいんですよ。もう、これって、もう、実質 NATO の戦いじゃないですか。でもね、だからね、最初からね、そうなるって言っとけば、多分攻めてこなかったと思うんですよ。それをね、ああいうことを言うもんだから、戦争が起こってしまったということですね。うん、だから、まあ、私はちょっとね、バイデン政権のやり方に対して、今でもこう、 あのなんというか、わざと戦争をこし上がったなぐらいにちょっと思っちゃうんですよね。でやっぱりそうするとね、一般人は行くべきじゃないですよ、あのこういう人たちの戦いのもう、ね、テロとかね、ゲリラ戦の巻き添えを食らったり、あるいはこう場合によっちゃ後ろから撃たれてねあの、日本人がロシアにやられましたぞみたいなことになるんで、岐阜に駆られていくのは、多分やめた方がいいんじゃないのかなという気がしています。 で一方で、ロシアはチェチェンだとかね、シリアから演軍を呼んで、あの、まあね、歴戦の勇者というか、あの、米軍の後に恨みのある人たちがこう来、来ちゃったりなんかして、まあこういうのを見るとね、まさかね、武器だとか兵員の、兵員をね、こう消、消費する目的で開戦したんじゃないのかなとかね、まあ、ブラックなことを考えてしまうわけです。はい。これでですね、あの、 やはり軍備と情報で粘り強く戦うことが大事だなというふうに私は思いました。でえー、個人の感想ですで。正直ほとんどの人はねあの、ウクライナがすぐ制圧されてしまうんじゃないかと思ったわけですよ。あの、まあ私はそうだったんですね。ところがウクライナが踏ん張って情報戦を広げてるうちに、その支援が広がるようになったんですね。ちょっとウクライナをね、あの全玉に仕立て上げるの過ぎ、 全玉にしすぎないような気はするんですけれども、でもまあ、それぐらいで良かったのかもしれません、ひょっとしたら。うんえー、まあさっきも言いましたけれども、もともとね、米英とかまあトルコもそうですけれども、武器を与えて訓練していたわけですよ、このウクライナを。今もその国境沿いに AWACS だとかグローバルホークですね、その早期警戒機だとか、その偵察機を飛ばして、ウクライナに情報を与えている。 軍はロシア軍にこう効果的にね、打撃を与えているというふうに言われてます。まあ、これは西側の情報です。はい、で、こういうね、そのアメリカの民主党だとか、CIA のやり口はどうなのかと思うんですけれども、まあ、善悪は置いとくとしたら、戦争のやり方としてはちょっと正しいのかもしれないなというふうに思います。で、ひるがってね、その日本のことを考えると、やっぱり軍備をそれなりに整えて、そもそも攻め込まれないようにして、情報戦にも力を入れましょうよというふうに思ってしまいますね。 で、あの、戦争すぐやめろっていう人はいるんですけれども、あのあの辺の歴史ですね、まあ、ロシアだとか、周辺だとか、まあ、中国だとかもそうですけれども、その、あの辺ではですね降、降伏したら、あの、殺されるのが普通なんですよね。日本人ってアメリカに降伏して、あの逆にこう、豊かになっちゃったりしたじゃないですか。それは、あの、本当に例外的な出来事で、普通は、その、 えー、降伏したなと。じゃあ、あの、えー、皆殺しだってなるのが普通ですね。で、だから、その、日本で育った人は、こう、戦争をやめろと、殺し合いは無駄だと、ね、って言うんですけれども、うん、でも、それは向こうの人たちにとっては、お前が死ぬっていうふうに言ってるに等しいんじゃないのかなというふうに思います。で、例えばですね、今回その停戦協議があったりして、その人道回廊ですね、その、えー、人々が避難する道を、 ロシアが用意したりしたたりりんですけれれども、まあ、これはやっぱり応じなかったわけですよ。なんでね、警戒されてるのかというと、かつてチェチェンで、その人道回廊でこう、ね、相手が逃げるわけですけれども、そこの行く先に, <laughs> に地雷源があってで、敵を追い込んで全滅させたっていうことがあって、ですね、まあ、得意技なんですよね、そのロシアの。でもその、ロシアだけじゃなくて、例えば、ね、和睦を結んでこう気が緩んだ。 敵を後ろから襲うっていうのは、まあ定番じゃないですか。中国の古典でね、その、洪、ね、武と流頬みたいなのにもよく出てきますよね。だから普通なんですよね。日本は和睦って言ったら、まあ双方背を手を引けと、えー、になるんですけれども、向こうはチャーンスって言って後ろから襲ってくるわけです。でまあ特にね、その、うん、ロシア、まあロシア自身はこう被害者意識が自分に強いと言われてるんですけれども、じゃあロシアはね、 あの例えば、ポーランドの捕虜2万人超を皆殺しにしたカティンの森事件ってありましたよね、1939年ぐらい。それからあの、ずっとまあ何世紀にもわたってユダヤ人を虐殺してきたポグロムというのがありますから、まあ、これが今のねあの、ロシアとイスラエルの確執につながってたりなんかして、そのユダヤ系の人たちとその、えー、ロシアとのこう長い長い戦いの歴史だったりして、あのまあ、やっぱり、あえー ちょっと、ね、島国、我々とは違う感覚を持ってる。あの、うん、戦いをやめたら死ぬ。どうせね、降伏したって殺されるんだから戦って死のうぜっていう感覚は、あのー、彼らの普通の感覚ではないでしょうか。で、先進国では、捕虜をね見、見せ物にしちゃいけないとか、拷問にかけちゃいけないとか、殺しちゃいけないって、人道的に扱いなさいって言われるんですけれども、あの、それ以外ではね、そんなことはないし、あの、捕虜って、連れて歩くのも、 と、遅くなるし、燃料食うし、で、場合によって氾濫するし、飯も食わさなきゃいけないじゃないですか。だから、そんな余裕がないときは、まあね、捕虜なんて連れて歩けないわけですよね。だから、あのー、うん 捕虜を殺すっていうね、ことになりがちですよ。貧しければ貧しくなるほど。まあ、だから、先進国の感覚で、この戦闘をね、見ない方がいいと思います。で、戦争をやめろって、まあ、言うのは自由だと思うんですけれども、ちょっと、ね、やめられない理由もあるということですね。で、でまあ、大陸国家は特にその敵を逃がしたら、次は自分がやられる番として帰ってくるので、で、まあ、あのー、いそのことやっちまえという感じですよね。はい。 じゃあ、今のやつをちょっと記事で振り返ってみるんですけれども、えー、っと、どれだ、うんえー、ウクライナはロシアとベラルーシへ向かう人道回廊を拒否、うんあの、拒否しますよね、やっぱり、なんか、えー、ロシアやベラルーシアに連れてかれたら何されるか分かんないわけじゃないですか、で、当然、面倒しをして、その例えばアゾクフ連帯みたいな人を、こう、うん、ね、あの捕まえるんでしょうけれども、関係ない人も多分やられちゃうと思いますよね。 それから、うん。これは、あのー、これは昔のチェチェン紛争の時の話なんですけれども、この、えー、反政府勢力にね、避難路を提供したんだけれども、えー、この、ここにはね、地雷源が用意してあって、数百人の反乱、うん、反政府勢力が命を失ったということです。まあ、袋のネズミにしておいて、砲弾やロケット弾を浴びせるという、こういう、まあ、やり方ですね。カティンの森、何年でしたっけ 39年ですね。あ、えっ、ー、と、あれ ?39 年だと思うんですが、まあ、戦時中の話です。えっ、ー、と、第二次世界大戦の話。それからポグロム。これも、あの、ユダヤ人迫害や虐殺の話です。はい。リンク貼っておきますね。はい。 それでですね、ただちょっと今回不思議だなと思うのが、ロシアの宣伝戦や認知戦がね、雑だなっていうふうに思ったんですよね。というのは今までね、のロシアってすごくもっとこうスマートで気づかないうちに我々のその、えー、意思決定だとかね、認知を操作していたわけですよ。はい。あの、それが、まあ、最近私聞いた言葉なんですけど、認知戦という言葉があって、うん。えっと、どれだ うん、あのー、物事ね、同じものを見ても、物事の解釈だとか意思決定を自分の有利なようにして、まあ、要は他人を操作する、その心の中の戦いですよね。それを認知戦、認知空間での戦いというふうに、えー、認識されているようです。第6の戦場が認知空間ということですね。で、えー、それがですね、今までのロシアってすごいうまかったんですよね。 例えば、その脱炭素って、私はね、ロシアとか中国が仕掛けた罠、先進国に仕掛けた罠なんじゃないかと思っていて、あのー、気がつくとね、このロシアの天然ガスだとかに、ヨーロッパ依存するようになって、今回もなかなかこう、ちなみにそろわないわけですよね。うん。でもやっぱり、その脱炭素だとか、ロシアだとか、中国はやらないわけですよね。で、先進国にだけやらせて、このうん、依存させて、エネルギーを使わせないようにする。 エネルギー派遣やドル派遣を崩すということを巧みにやっているわけです。それから2014年のクリミア併合も、まあ、私見てたんですけれども、一応国際法的な、ね、手順を踏んでいて、あのー、他国に有無を言わせないうちに完了しました。そういう印象を持っています。その高速詰め将棋って言われてましたけれども、あのー、ちょっと隙がないような、ね、手順を踏んで、まああの、もちろんそれは、 えとクリミアの住民が新ロシアっていうのもあったんですけれども、あっという間に終わったんですよね。うんうん、で、それぐらいちょっと隙がない、あの当時のね、オバマ、えー、アメリカの大統領なんかではもう太刀打ちできない感じだった、うんえー。ところが今回は無理な言い訳を繰り返していて、その宣伝戦や認知戦においてね、プチ独裁国家であるウクライナに完敗してるんですよね。で私のの目から見るとそのこれまでの、ね、巧妙なロシアが中国韓国韓北朝鮮に などに近づいて、ちょっと無理を通すようになってきたような感じで同じ、実は同じことは先進国内の政党だとか企業にも言えるんですけれども、そのまあね、それで批判を止めるために独裁を強める悪循環にはまるわけですよ。で、まともな人をクビにするから人材が育たなくて、瞑想を始めると止まらなくなる。まあ、これは余談ですけれども、あのー、将来的に組織や世の中が悪くなっていくという話をしています。はいで では、その何を言ってるかというと、例えばですね、うんあのえー、原子炉を攻撃で、ロシアが原子炉を攻撃したって言って、それで怒ってる人いましたよね。でも、あのすぐにその、えー、US オフィシャルってどこか分かんないんですけれども、あのアメリカが公式にねそのロシアがその、えー、ウクライナの 核、えっ、ー、と、原発をこう攻撃したという証拠はないっていうふうに言ったんですよね。でももうみんな頭の中ではロシアがとんでもないことをしているというふうに、こう、すりつけられな、そのイメージをつけられたわけですよね。それからそのロシアは、あの、ウクライナがね、その、危険なこう、ウイルスを研究しているだとか、それから核のね、あの、まあ、汚れた核、 えー、なんですかね、汚れた核兵器をこう得ようとしてるとかね、いうふうにこう言い出したわけですよね。で、これそれにこう中国も同調してる。これはその、かつてね、アメリカがイラクに攻め入ったときに大量破壊兵器があるんだって言ったじゃないですか。それに対する、なんというか、こう、なんていうんですかねこう、揶揄してるように見えるんですよね。あのなくたっていいんだと。 あの、勝てばね、別にみんなそんなものなくたって、現状を受け入れるしかないんだみたいなところがあって、ただ、今これをやるのはものすごい無理筋で、またね、ロシアが変なこと言ってるよっていう風に思われるんじゃないでしょうか。はい。なので、えー、ちょっとね、あのー、おかしくなってきたなという風に思っています。それでですね、じゃあ、そろそろちょっとでも、あのー、ウクライナの方もね、やばいっていう情報が、 だいぶ、だいぶ伝わってきたと思います。初期の頃はもう本当ね、あの、うん、罪のないウクライナが、なんか、あの、ロシアにめちゃくちゃやられてる、助けろ助けろだったんですけれども、あれ、ウクライナもおかしくないかっていう話がだいぶ広がってきたんで、あの、一応ね、公平のためにやっていきます。で例えばそのね、NATO が慌ててそのウクライナ女性民兵の気象、こう、黒い太陽っていうのがあるそうなんですよ。私知らなかったんですけれども、えっとですね、黒い太陽っていうのは、 ちょっとこ,れだこの画像だと見にくいんですけれども、そのシュバルツェ・ゾンネ、またはゾンネン・ラートと呼ばれるもの、ナチスのオカルト的な悲劇に使われとす,るとするシンボルで、今では世界中の極右が誇らしげに見せつける図案となり、ウクライナの純軍事施設、アゾフ連隊の公式ロゴともなっているそうです。まあね、あの、えー、アゾフ連隊、ネオナチと言われたアゾフ連隊ですよね。ところがね、まあこれがね、 こういうのをさっと隠されるわけですよ。で、でもびっくりしたのが、今ね、アズフ連隊って、あの、公安調査庁にも書いてあったように、ネオナチだったのに、なんかね、今ヒーローになっていて、あの、キエフに入り込もうとするロシア軍をこう撃退したと言ってですね、こう、もてはやされてました。ちょっと動画見てみますね。 はい。あの、音声ないんですけれども、アゾフ連隊がこうやって、その、ロシアの戦車をね、追っ払ったっていうふうになってるんですよね。あれれって思うじゃないですか。あの、ネオナチでね、あの、えっ、ー、と SN、SNS のアカウントも凍結されていたのに、最近また解禁されたみたいなんですよ。正義の味方になっちゃったわけですよね。いや、すごいなと思って、あの、ウクライナが、まあ、認知戦に今、勝利してるわけです、えー。ウクライナは正義。アゾフ連隊も正義。それを攻めているロシアは悪っていうふうにね、 あの今までのその善悪をひっくり返してしまったわけですね。うん、じゃあ、あのウクライナね、でもね、あの私はどうも、まあのもちろんね、ロシアやばいんですけれども、ウクライナもやべえ国だなってずっと思ってて、今回もその停戦交渉で、ウクライナ側のね交渉メンバーが、ね、いきなりこう撃ち殺されたみたいなんですよね。まあ多分ウクライナ側のこうち輪もめで。でも、こんなの最、普通裁判ですよ、最初は。ところが、その。 ロシアのスパイだって言ってね、いきなり撃ち殺したみたいなんですよね。やばいと思いませんだってね、そんなの、その、スパイがいきなりね、こう、ロシアのこう交渉団の人を撃ち殺して、こいつスパイだとかいう可能性だってあるわけじゃないですか。だからそんなことをしてはいけないので、裁判制度があるわけですよね。ところが裁判制度をすっ飛ばして、いきなりね、こいつはスパイだというふうにぶっ殺したわけですよね。いや、すごい国だなというふうに思います。うん。これはちょっと、元ネタの記事ですね。 で、まあ、えっと、やっぱりそういうふうに、あの、えー、アメリカ陸軍の退役軍人なんかが、まあ、ゼリエンスキーもね、その、操り人形だとかね、あの、<laughs> 言って、えーあえー、まあ、さっさと中立化しろよみたいなことを言ってる人がいて、これはアメリカの保守派に多い意見ですよね。あの、ことさらに刺激することなくて干渉地帯にしとけばよかっただろうっていう意見があります。で、えっと、 この人がね、この、この、ダグラス・マクレガーさんという人は、えっと、ウクライナはね、ものすごい腐敗してるって言うんですよ。えっと、なんて言ったかな、下から4番目とか言ったんですけれども、世界でもね、もう有数の腐敗国家だって言っていて、まあ確かにその貧しいんでね、ヨーロッパの最貧国で、ロシアの、ちょっと前までロシアの所得の半分でしたから、あのー、それ、腐敗するから貧しいのか、貧しいから腐敗するのか、 あのわかんないんですけれども、まあ多分両方なんでしょうっていう国です。ただ一応こうチェックをすると、あの、腐敗度ランキングでは122位ですね。えー、っと、まあ180中ですから、まあ、はい3分の1ぐらいのところにある。でもまあ、腐敗している国ではあるわけですね。あの、ヨーロッパでは非常に珍しい。 でね、あのー、私がなんでこのウクライナ、まあ、あの、えー、に対して少し疑惑の目を向けてるかというと、その、2014年のマイダン革命もそうなんですけれども、その、例えばね、これは2010年でしたかね、その、日本政府がね、ウクライナに排出権を200億円ぐらい払ったんですよね、代金を。 ところがね、これがね、行方不明になってたんですよね。これ、いつでしたっけティモシェンコじゃなくて、誰の時代だったか忘れたんですけれども、私はもともとこのね、温暖化だとかね、脱炭素に対して、うさんくさい目を、うさんくせえなってずっと思ってたのに、これでね、この200億円がね、どっか消えちゃいましたって言うんで、もう、ウクライナもうさんくせえなって思ったんですよね。多分、その辺に根っこがあると思います。でも、そんなにね、間違ってないと思いますよ。あの、今回は被害者ですけれども、ただ、そうなる原因を彼らは、 あのいくつかね、地震で巻いていたなというところが、うん、あ,りあってあの、別にそれでいいと思います。これはもう私の物語、ナラティブであって、あの国私は、まあうん、善悪は、まあ、脇に置いといて、その国益とかねあの、の方を取るべきだと思ってる人間なのであの、ウクライナもね、相当やばいというふうに言わせていただきます。でね、そのウクライナの大統領が NATO を非難したわけですよ。NATO が飛行禁止区域をね、 設定すると、それはその、NATO の,その事務局長かななんかがその、それはもうロシアと全面戦争になるからやらないって言ったんですよ。それ、いつでしたっけね。まあ、ほぼ1週間前か。あと4日前か、うん。そしたらね、ゼレンスキー大統領が NATO のせいで死ぬって言い出したんですよね。ちょっと聞いてみましょう。 ペンスキー大統領はこうした NATO の姿勢を弱腰だと痛烈に批判。 飛行禁止空域の拒否はロシアがウクライナの都市に空爆を行っても良いと NATO が許可したことを意味する今日以降殺される人たちはすべて NATO のせいで死ぬことになる NATO が弱気なせいで結束力の欠如のせいで戦争は終わらない助けてもらう立場でねこれを言うっていうのは私すごいなって思うんですよねもう本当 あのー、コロナにかこつけて5兆円を集めようとした WHO とかね、もうそんな感じに映ってしまうんですよね。で、えー、あと、ウクライナ大使が東京タワーに、こう、ウクライナ職にね、ライトアップしてくれと。 頼んだら拒否されたとかですね。まあ、なんというか、あの、我々がウクライナを助けたいっていう気持ちはあります。で、そのね、特に今回国益が絡んでるんで、そうすべきだというふうには私は思うんですけれども、でも、NATO のせいで人が死ぬとか、なんか、ウクライナ職にしろって言って拒否されたって言って文句言うのは、何様なの君って、やっぱり思っちゃうんですよね。まあ、そこはでも、その、良くも悪くも日本人はね、こう、が特殊だっていうのもあって、 やっぱりこう、大陸のことや遠く離れた国のことはなかなかわからないなというふうに思います。もう最後はお笑いなんですけれども、あのこれも笑っちゃうんですけれどもね、このこの10日間ほどでかじった知識でロシアやウクライナを理解することが無理なんだよって、<laughs> これは、ね、この動画を見てね、本当にそう思いました。ちょっと見てみましょう、17秒ぐらい。 <laughs> ね、このトレーニングでやってるマッチョな男2人もそうですけど、後ろのクマは何なんだということですね。こんなわけで、我々の、ね、常識では、まあ、分からない部分あの、歴史だとか文化だとか、ね、国民性がありますので、あの我々は、ねあのー、善悪を超えて国益、まあ、あるいは、ねあのー、投資であれば、ね、投資家としての利益をね。 求めていってもいいんじゃないのかなというふうには思います。もちろんその平和な世界だとかね、あの全人が生き残る社会が理想なんですけれども、なかなかじゃあどっちが善なのかとか、何が悪なのかっていうのはね、わからない部分がありますからね。まあそんなわけで、えー、引き続き頑張っていきたいと思います。えー、相場のことに関してはこれから単位3件にね、別の動画を作っていこうと思います。以上です。